ラジオか今日は石巻市和淵にお邪魔しております、はい、で旧北上川沿い、沿うようにですね商店街があるんですけれども、うん、そちらの衣料品店孫田屋さんに今お邪魔しております、ま、孫田屋さん孫田屋さんです、はいはい、相沢孫吉さんと博美さんのご夫婦にお話を伺います。こんにちは、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、孫吉さんはあのラジオをご出演されるのは2度目ということですね。えそうですね、もう17、8年前にあのカラオケファッションの方に一度、はい、出たことがあります、はい、藤沢アナと渡辺俊之さんにお話を聞いたということですね、はい、2人とも若かったです2人とも若かったという余計なこと言われましたなぜ今日こちらにお邪魔したかと言いますと、ま、旧北上川沿いということであの震災の影響というのはこの辺りはどうだったんですか。この辺はですね、割とあの影響は少なかったんです、このうちの集落300戸ほどあるんですけど一応あの全壊というか、うんうん、1軒ぐらいですかね、うん、あの壊れたうちというか、はい、あとはあのただ家の中とかですねかなりあのいろんな被害はあったんですけどそれほどあの大きなというかあののはあまりはなかったですよね、はい、津波被害はこちらまでは来なかったということなんですね。はい、津波の被害はですね、もちろんなかったです。ただあの消防の方があのやっぱり北上川沿いということで津波に注意ということであのなんですかあの警戒の方で回っていただきました。で私は見なかったんですけどあの見た方は2メートルぐらい河口から15キロぐらいあるんですけど2メートルぐらい波は上がったという話はちょっと聞いてます、はい、こちらの孫田屋さんなんですが衣料品店であの主に婦人服を扱ってらっしゃるお店なんですけれどもその震災があっていつ頃からお店再開されたんですか。その日はですねちょっと店ももうぐちゃぐちゃで何もできなかったんですけど次の日の夕方ぐらいから店の方をあの片付けが終わってシャッターを開けました、はい、で主にどういった方がどういったものを買い求めにいらっしゃったんでしょうか。3月の11日、まあ、12日ということなんで、時期的にはちょっとあの中途半端な時期であまり売れる時期ではなかったんですけどシャッターを開けてましたらあの北上町の方とかですねなんかあのやっぱり被災された方が下着をですね、求めて、来ていただきました。なんかあの途中の店が開いてなくてなんかあの探してきたらたまたまうちの店が開いたということで、寄られた方が、何人かおりました、はい、あのまだ電気も通っていない状態でおさあの真っ暗な中での販売となったんですか。そうなんです。だから子どもたちとか手の空いてる人とかあとお客様ご自身で懐中電灯を持って自分のサイズの下着とか買っていきたいあの下着衣類あと靴下ですね、そういうのを自分の分だけじゃなくって地域の人の分とかもう皆さんの分買っていかれる方がいらして店が全然売れないはずが下着がこういっぱい売れたっていう、はい、じゃお店の中にある下着はもうほぼなくなるぐらいの感じだったんですか。そうです、知らない人がいっぱいいらして、うん普段見えない方がいろんな避難所からあそこのお店が開いてるよっていうことで聞いたらしくて何日も下着取り替えてないのでっていらした方もいます。そうですね、下着はほとんどカラカラになりましたね、在庫の方が、はい、で最初にそういった、ま、下着類が出てその後に衣料品他のものが出始めたという感じでしょうか。そうですね、あの寒かったんでやっぱりあの上に羽織るものとかですねそういったものをやっぱり買われる人もいましたね。あの簡単なやっぱりトレーナーとかそういった感じの買われる方が多かったです。やっぱりこの着るものをね、お店がやってないということもありましたしあとはこの津波で流されてしまってもう他に着るものがない着の身着のまま逃げてきたという方も多かったと思うのでそのあたりこう空いていたということで安心していらっしゃった方も多かったと思うんですけど。そうですね、とにかくあの空いててよかったというような感じであのいろんなものを買われていきましたね。とにかくあればいいというような感じで買われるお客さん結構いました、はい、じゃあもうまずしばらくはそんなにこう綺麗に片付けられないままもう電気も通らない真っ暗なままでずっとこう販売を手探り状態で続けてらしたと。そうです、はい、もう電気はですね多分2週間以上ですね、うん、3週間ぐらいかな来なかったんでもうずっともう真っ暗な中で、はい、営業してましたね、はい。いつも通り通常の状態に戻ったのは1ヶ月ぐらい経ってからですか。そうですね、1ヶ月ぐらい経ってからだね、
3週間でもまともに商売始まるかなと思った頃に4月7日か9日にまた あれでまたぐちゃぐちゃになってしまいまして、で落ち着いたんですけど、あの避難所に今度いらしてる方たちがノロウイルスとかなんかそういうので、子どもさんたちが今度風邪ひいて着るものがないっていうんで、救援物資がまだ十分に出回ってなかったので、そのあたりもまた出ましたね。まあ、本当にこの未曾有の災害があってこういった経験をされたわけですけれども、まあまずこれまでにはなかったことで、本当にお店としても、まあ、どういった対応すればいいかというのを、あの手探り状態で迷いながらの営業だったと思うんですが、うん、まあ、振り返ってみて大変だったという思いもあると思うんですけど。そうですね、もうどうでしょうね、私は大変だったんですけど。あ、そうですか。いらっしゃるお客さん大変というよりも本当にあの、だんだんあの被災の状況が分かってきますよね、うん、そうするとあのうちとかこの辺は本当に恵まれてたんで、うん、そういった意味ではあの大変だという思いはなかったです。本当にもう本当に被災された方がひどかったんで、被災された方たちに比べたら、もう私たちは全然、こういったあの地域の商店街がこういう時だからこそこう力を発揮できたというところもありましたね。ありました、うん、食料品屋さんでもガソリンスタンドでもすごいですね、ここは。そうですね、あとあの近くにあのパンを作ってるお店もあるんですけど、ここでは販売してないんですけど、あの、まあ、名前言っていいのかな、山沖さんとかですね、店の前であの材料かき集めてあの販売したらね、もう20人ぐらいとかね、もう並んでましたね、やっぱり、はい、やっぱり大きなお店が機能しなくなった時に、この地域の商店街の皆さんがこう一致団結したわけですね。すごいです、はい、それはすごかったです、というこの商店街の皆さんの力もあってですね、なんとかこう乗り切ったということでしたね、この時間は孫田屋さんからお話をお聞きしました。相沢孫吉さんとひろみさんご夫婦でした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。